こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進員協議会阿蘇支部です。今日の料理は熊本産のレンコンを使ったからしレンコンです。今回教えてくださるのは尾形さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。そして今月の器はこちらです。阿蘇市西小園にあります三島園さんの器を貸していただきました。三島園さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。では尾形さん、今日は熊本県民のごちそうからしれんこん、私作るの初めてなんですが、はい、まずは何から。はい、まずはレンコンを茹でて、はいはい、じゃあその間に、お味噌にですね、からしの粉と、それから蜂蜜ですね。蜂蜜が入るんですね、はい、甘みがですね、これがその穴の中に詰めていく、からし味噌、はい、そうですね、はい、こんな風のですね、ちょっと深めのある容器に入れといて、でこうやってついていくんですよ。こうやってからしを詰めていく、ね、上に上がってくるまでこうやって、はい、はいはい、必ず同じ方向からで、ずっと全体から出るようにですね、出るまでこうやって詰めていって、ここはちょっと我慢のしどころですねでお味噌を入れて、はい、4、5時間置いたものがこちらですね、はいはい、でこれ拭き上げて、こうやって片栗粉を表面につけるんですね、片栗粉を、片栗粉だけを、薄くつけるだけなんですよね、はい。天ぷら粉よりもこんな風に硬く練るんで、なんですけど、こうやっとってつけた方が綺麗につくんですよね。端っこはですね、いい音、詰まってますね。ではからしれんこんの完成です。では早速いただきます。いただきます、はい、いただきます。いただきます。中のからしが私にちょうどいいです私にって言ったらあれですけど、衣も香ばしく、揚がってて美味しいです。いや、こんなに簡単に作れる、まあ時間はかかりますけどね、作業自体はそんなに、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市西小園にある三島園は、阿蘇坊釜の山下太さんと桜心釜の山下千穂さん夫婦が新しく構えた工房展示場です。阿蘇特有の赤土や火山灰を使用した力強い作品から、普段の食卓に使いやすい白磁の器など、様々な表情の作品が並んでいます。